皆さんこんにちは、お酒の遊園地チャンネル、ラベちゃんです。新人のブリちゃんです。今日はこちらアイリッシュウイスキーのジェムソンをご紹介いたします。よろしくお願いします。なぜアイリッシュウイスキーなのか、はい、でウイスキーなのになぜ新人森ちゃんなのかということなんですけど、これまでねお酒の遊園地チャンネルでジャパニーズ、あとはスコッチ、あとアメリカンウイスキー、テネシーウイスキーですね、はい、のご紹介をしてきたんですけど、世界五大ウイスキーと言われてるうちの、まあ、3つ紹介したんですが、あと2つアイリッシュウイスキーとカナディアンウイスキーを紹介してないなと思いまして、まあ、まずはアイリッシュウイスキー紹介しようと思ったんですけど、実はまあアイリッシュウイスキーっていうのはすごく初心者の方でも非常に飲みやすいと、馴染みがないのでなかなかわからない方も多いと思うんですけど、実は初心者の方も飲みやすいと、それをちょっと証明しようということで、はい、園長ではなく新人の森ちゃんに詰めようと思ったんですけど、はい、普段ウイスキーはどうですか？ウイスキーはハイボールで、はい、よく居酒屋さんに行くと、まあ、大体もうビールの次はハイボールを頼んだり、うん、はいはい、することは多いんですけど、ウイスキーを例えばストレートで飲んだりしたことはなくて、はい、なんか度数が、まあ、40度ね40度は大体ありますからね、はい、めちゃめちゃ高いじゃないですか。そうですね、はいはい、なのでこうちょっと初心者には手を出しづらいというか、ちょっとこう怖がってしまってまだ足を踏み入れたことがなかったんですけど、はい、飲みやすいとは言ってもね、やっぱりアルコール度数は高いですので、はい、今日は、まあ、水で割って飲む飲み方なんですけど、まあ、トワイスアップ、トワイスアップ、はい、常温の水とねウイスキーを大体同じ1対1で割って飲む飲み方なんですけど、ウイスキーのね香りが立ちやすくなったり、そこにあった味がこう出てきたりする、水を加えるとそうなるってね以前も話したんですけど、はい、ちょっとの加水でも変わるんだっていうことでね、園長とはねクォーターロックとか言って、はい、ロックにちょっと水を足すっていう飲み方もしましたけど、はい、初心者の森ちゃんなので、まあもう少しアルコール度数を抑えて、はい、そのトワイスアップというブレンダーの方とかね作ってる方もテイスティングをするときにやってる飲み方でもあるので、はい、味がよくわかる飲み方で飲んでみようと思いますので、それでは準備を早速していきましょう、はい、じゃ準備ができましたので、はい、早速飲んでいきましょう、はい、いただきます。いただきます。あ、いい香りだ。うん、美味しい。美味しい。もっとアルコール感がきつくてこうグワーってくるのかなと思ったんですけど、うん、思ったよりも甘いのと、そうですね、はいはい、ちょっとこうまろやかというか口当たりが飲みやすくてびっくりしました、はい、そうですね、はい、すごく軽やかで、はい、甘い香りがねすごくするのと、あとちょっと青リンゴとかねライムみたいな、ちょっと酸味が感じられるような香り、爽やかな香りがしますよね、はい、あと、まあ、口当たりがすごく滑らか、スパイスっぽい感じと、あとナッツみたいな感じの香ばしいね、よくナッツっぽいとかね、はいはい、オイリーとかねトロッとしてるっていう感じですかね、はい、滑らかな感じが、まあ、アイリッシュウイスキーの特徴って、まあ、言われるんですけどね、はい、アイリッシュウイスキージェムソンだけじゃなく、はい、まあ、伝統的にですねスモーキーっていう感じがないんですよね。スコッチウイスキーとか、はい、まあ、以前話したようにピートっていうのを炊いて大麦を乾燥させるんですけど、はい、まあ、その製法をせずに乾燥させるので煙っぽいっていうんですかね、はい、スモーキーな感じ癖がないんですよね。はい、あとはまあ軽やかな感じがするっていうのは3回蒸留をするんですよね。スコッチウイスキーとかは2回蒸留なので原料の味とか特徴は残りやすいんですけど、まあ、癖も結構残っちゃうんですけど、アイリッシュウイスキーっていうのは3回蒸留することによってより滑らかに軽やかになるっていう部分があるんですよね、はい、口当たりのねスムーズな感じ、はい、びっくりしました、はい、癖があってねアルコールが強くて飲みにくいんじゃないかなっていう初心者の方にとってはその辺のハードルが非常に低いので、アイリッシュウイスキーはね飲みやすいですよね、はい、びっくりするくらい飲みやすかったです。こういう、まあ、飲みやすいアイリッシュウイスキーなんですけど、はい、まあ、あんまり馴染みがないっていうのは昔はねスコッチウイスキーとアイリッシュウイスキー、まあ、どっちかがウイスキーの起源って言われるぐらい、結構ね伝承なんかではねアイリッシュウイスキーの方が一番古いって
ね、もうウイスキーの元祖みたいに言われてるんですけど、まあ、記録が残ってないので、あ、まあ、スコッチウイスキーとどっちが先なのよみたいなね、あの話はこう論争になってたりするんですけど、はい、まあ、そのぐらい歴史が古くて、18世紀頃にはもう世界中を席巻してたようなね、はい、蒸留所の数もね、あのちっちゃいところで2000ぐらいあった、あ、そんなにあるもう世界中の6割ぐらい占めてたっていうところだったんですけど、はい、20世紀入った頃になったら、はい、いろんなね世界大戦とか、あと、まあ、イギリスからこう独立するのにね、イギリスでウイスキー売れなくなっちゃったとか、アメリカで禁酒法があってアメリカにも売れなくなっちゃったとか、本国でもね禁酒運動が盛んだったみたいな、いろいろあって、はい、あのすごくあの衰退してって、蒸留所の数が、ね、2000だったのが2個になっちゃった、ね、すごい勢いで少なくなってしまったんですねそうですね、まあ、今ねジェムソンを作ってるミドルトン蒸留所っていうとこと、あとはブッシュミルズ蒸留所って2つだけになっちゃったんですけど、そんな悲しい歴史があったんですね馴染みがなく細々とやってきてたんですけど、はい、実はね飲みやすいっていうところと、あとまあ伝統的なね製法をずっと守り続けてたっていうのがあってね、20世紀ね後半ぐらいから少しずつこう復活してって、2010年代も後半ぐらいからどんどん蒸留所も復活してってね、今40ぐらいですかね、計画中のものも含めると動き出してるっていう、もうアイリッシュウイスキーブームがまた始まってるっていう。あ、そうなんですね。そう、世界的に始まってるのでね、これからねどんどんこうアイリッシュウイスキーってこう、はい、手に入れやすくなっていくと思いますので、はい、ウイスキー飲まないっていう方でもこの特徴がね飲みやすいっていう特徴がありますので、はい、ちょっとねぜひ手を出していただきたいなと。そうですね、飲んでいただきたいですね。まあね、この味がよく分かったというところで、いつものようにねお互いに一つずつおつまみを探していきたいと思います。私が合わせるおつまみはこちら、キャラメルフロランタンクッキーです。はい、私がジェムソンに合わせるおつまみはこちら、フライビーンズにしたいと思います。というわけで、おつまみこちら、一つずつ選んできましたけども、まず私、はい、こちらフライビーンズですね。そら豆を揚げたやつですね。花豆とか言われるやつですね。あ、美味しいですよね。で、森ちゃんは、はい、あのこちらキャラメルフロランタンという、はいはい、あのまあ、フロランタンって普段ナッツをちょっとこうキャラメルとかでこうギュッて四角いイメージであると思うんですけど、はいはい、それをあのクッキーの上にこう乗せてるようなお菓子ですね、はい、アーモンドかな。あ、そうですね、アーモンドですね、はい、いただいてみましょうか、はい、まずフライビーンズから、はいはい、いただきましょうか、はい、いただきます、はい、いただきます。うん、おいしいですね。マリってますね。マリってますね。マリアージュ合いましたね。合いましたね、はい、うん、こう塩分がすごくちょうどいい感じだなと思ったんですけど、ね、狙いどころも、はい、そうですね、はい、ちょっとねほのかに甘くて飲みやすくてね、はい、軽やかなこのウイスキーなんで、はい、サクサク食感でね、ちょっと塩気がある豆は合うんじゃないかなっていうことと、甘さが樽のね感じから出てる甘さなんですけど、はい、それがこのちょっとほろ苦いじゃないですか、うん、そうです ね、このほろ苦さがよりこう甘さをねこ うまく引き出してくれてる感じがしますよね。そうですね、もうずっとエンドレスで食べて飲んでってできそうです、ね、はい、結構お互いに軽い食感なんですごく気軽にね、うん、味わえていいなと思いました。はい、すごく美味しかったです。はい、じゃあ次は、はい、こちらのクッキーから、はい、いただきましょう。いただきます。これは美味しいですね美味しいですね。これは合いますね。コクはすごく引き立つというか、いやー、マリってますね。マリってます。マリアージュ。ナッツのね、はい、香ばしくて、うん、オイリーっていうんですかね、ねっとりとした甘さね、はい、これがちょうどこうウイスキーのねコクをこう増すっていうんですかね、はい、コクと甘さをこう引き上げてくれますよね。そうですね、はい、結構思ったより甘かったのとこう香ばしさっていうのも感じたので、うん、今回ナッツの甘さもあるそのクッキーに乗ってるものでこう選んでみたんですけど、フロランタンっていうのは本当に合いますね。合いますね。口に入った甘さとグラスを傾けるときにね、はい、鼻に入ってくる甘さがね、まさにこうマリアージュっていうんですかね、調和してすごく美味しいですよね。ですね、なんか幸せな気持ちになります。いや、これは合います。合いますね、美味しいです。
というわけで美味しく2つともマリアージュできましたけれども、はい、どうですか、初めてそのハイボールではないウイスキーの飲み方をして。本当に今までちょっとやっぱり度数が高いっていうところで、うん、足を踏み出せなかったんですけど、飲みやすいっていうことが分かって、結構ハイボールとかですと夏場はグイグイ飲めちゃうんですけど、ちょっと寒くなるとやっぱりちょっと冷たいよりはやっぱりこういった水割りというか常温での方が、うん、飲みやすいなとも思いましたし、まあ、アルコールがねこれでもこうちょっと高いなって思うんであれば、はい、もう少しね水を加えてもいいですし、うん、もうちょっとそのお酒のね味わいを感じたいっていうんであればね、はい、もう少し水を減らして、はい、まあ、調整もできますからね。そうですね、はい、ウイスキーの味っていうのをこう、はい、知ることができて本当に良かったです。導入としてこのアイリッシュウイスキーっていうのは本当におすすめなのでね、はい、今回ね、はい、紹介できて本当に良かったと思います。まあ、この後ねあと古代ウイスキー一つ、はい、カナディアンウイスキー残ってますのでね、はい、また紹介していきたいと思います。そうですね、はい、私も楽しみにしてますし、はいはい、ぜひですねチャンネル登録の方していただいて、はいはい、楽しみに待っていただければと思います。というわけで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それではさよなら。さよなら。お酒の遊園地、さあ乾杯、みんなで乾杯、楽しい人生を。